サマンサ・ジェーン・モートンは、イギリスの女優、ノッティンガム出身。両親は共に、工場で働いていた。1971年生まれの兄と1972年生まれの姉がいる。両親は1979年に離婚。幼少期を児童福祉施設で過ごした。セントラルジュニアテレビジョンワークショップで演技を学び、13歳でテレビに初出演する。 16歳の時にロンドンに移る。テレビ版のエマやジェーン・エアなどの出演を経て、1997年にアンダー・ザ・スキンで映画デビューを果たす。この作品でボストン映画批評家協会賞主演女優賞を受賞し、国際的に注目を集める。1999年公開のウッディア・レン監督作品ギター弾きの恋で、 一言も話さないヒロインを演じてアカデミー助演女優賞にノミネートされた。2003年公開のインアメリカ3つの小さな願い事ではアカデミー主演女優賞にノミネートされた。2007年放送のテレビ映画ロングフォードでゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞。ザ・ホラーズや U2 のミュージックビデオにも出演している。 俳優のチャーリー・クリード・マイルズとの間に2000年に長女・エスメ誕生。その後、映画制作者のハリー・ホルムと婚約2008年1月に次女・イーリーを出産。ありがとうございます。